カーブが直線コースに向かいます。2番のウィンガーステロイド逃げています。リードが3馬身。そして2番手には7番のアステロイドベルト上がった。 200m 通過する。そして外からは5番のダノンセレスタが今2番手に上がりましたが、2番のウィンガーステロイド、リードが3馬身ある。2番手は5番ダノンセレスタで今ゴール。3番手7番アステロイドベルト。ハグノアトラスが詰めています。そしてこの2頭が今9番のグレートオリアに2馬身半の差をつけています。600切りました。そしてその後の集団から外まくるように6番のエクスパートランがじわりじわりと今3番手から2番手へと上がろうとしています。そしてその後ですがライデンバローズ、最内1番エイシンヨッシー、そして外から2番のワンダーポノシュは第4コーナーカーブから直線コースへと向かいました。先頭ここで6番のエクスパートランが先頭と変わりました。内虫が入る応戦するように萩野アトラスが現在2番手の位置です。そして大進クローバー、そして外をつけましてはゼッケン9番をつけましたグレートオリアーです。前の4頭の争いから現在抜けているのは6番のエクスパートラン。大外をつけましてはさあダンサクドゥーロあるいはエイシンヨッシー差を詰めてくるが、先頭は6番のエクスパートラン。エクスパートランゴリ。2番手はどうでしょうか。萩野アトラス粘るところ、大外から5番のダンサクドゥーロ。直線コースへと向かいました。先頭は6番のヴィンチェーレ、わずかに先頭ですがコンバットマージン並びかける。内を狙っている5番のヒルノマリブ、内中里広がっての攻防。外ゼッケン9番のピュアカラーは現在3番手4番手というところ。外からは2番のさビズリーナあるいは4番の川北アジンなど足を伸ばしてくる。前の争い内を抜けた、今度は5番のヒルノマリブ先頭だ。ヒルノマリブが先頭だ。2、3番手争い接戦。10番のコンバットマージンあるいは2番のビズリーナなど先頭はヒルノマリブ、押し切ってゴリ。ヒルノマリブです。ヒルノマリブが内をついて後続の追撃を振り切っております。12番のロードナナヒラ、さらに押し上げを図る14番トムジャクワールド、内1番グッドレイズ、直線コースに入りました。スマイルスター会長、リード3馬身から4馬身取って先頭。2番手ですが、10番のセイヨンミズコ、内から1番のグッドレイズ、外からクーハディーはさらにトモジャクガルト。13番スマイルスターが飛ばしていますが、詰め寄る1番のグッドレイズ、リードが2馬身まで詰まった。3番手迫ってくるのは14番トモジャクガルト、中で2番クーハディーは10番セイヨンミズコ、13番スマイルスター押し切ってゴール。2着1番のグッドレイズ、3着接戦。